アプデが来たぞー。今シーズン初めてのアプデだよな。もう2週間経ったのが早すぎませんか。まあ初めてのアプデが来るまでにアベンジャーズ武器が何個も弱体化されましたけどね。おい、そんな運営を批判するようなことは言ってやるなよ。おまけにチャンピオンアックスが200人以上に配布されましたけどね。大会の商品だったんだから別にいいじゃないですか。さらにこのチャンネルの再生数は下がる一方ですけどね。だからそんな悲しいことは言うんじゃねえよ。ゲームの出番を少なくしちゃうぞ。こんなウプ主だから再生数が少なくなるんじゃないかよ。まあそれは言えてるけどさ。それで今回は何をするんですか。今回はバトロワをやりながらアプデについて話していくよ。初めてのアプデだからかなり楽しみなんだぜ。ってことで本編スタート。チャンネル登録と高評価お願いします。どこで何に乗ってんだよ。畳がボロボロに。公開行くぞー。ってことで新潟県民の皆さんこんにゃじ。新潟県の視聴者だけ特別扱いすな。視聴者全員に挨拶しろ。はい、では皆さんこんにゃじ霊夢です。皆さんこんにゃじマリサだぜ。ジャブスプラッシュは普通に飲みますよ。夢です。一人だけずるいぞ。それではおなじみのレブルズルーストへ降りていきましょう。ここにはアベンジャーズ宝箱がわんさかありますからね。てかここしか降りてないじゃないかよ。自然とここに吸い寄せられますね。何か特別な力が働いてるのでしょうか。特別な力はアベンジャーズ宝箱の匂い的な何かですね。アベンジャーズ宝箱って匂いがしてるのかよ。甘い匂いがしますね。甘い匂いに吸い寄せられてるのって虫か何かだろ。ってことはお前も虫になるんだぞ。マリサがうるさいので無視しましょう。おいこら。ってことで最初の敵さん発見。虫のように華麗に飛び回りながらこの敵さんを倒していきます。やっぱ虫じゃねえかよ。霊虫。あとはアーセナルさえ揃えばゴーマシンセットが揃いますね。本当にゴーマシンセットが好きだよな。もうゴーマシンセットがないと生きていけない体になってしまった。でもう一人の敵さん発見。めっちゃ逃げるぞあの敵さん。霊夢さんみたいですね。私がいつ逃げたんだ。いつも逃げてるだろ。おいこっちはホバージェット持ちだぞ。逃げられると思ってるのか。回復するんだったら建築で周りを囲むんだな。お前もいつも囲わねえじゃねえか。そうですよ、他の人のことばかり言っちゃダメですよ。心の中では建築してるので問題ありませんね。出てくれアーセナル。出てきたのはキャプテンアメリカの盾だったな。キャプテンの盾はバグで防御できなくなってるからいまいち使いにくいんだよね。確か一定の距離になると弾が貫通するんですよね。なんだその致命的なバグ。まあ私はバグが大好きなので盾は持っていきますけどね。うおーおー、敵さんが戦ってるでー。なんなんだこの戦い方は。ひたすら敵さんの真上にいてずるいですよねこれ。まあこれがホバージェット持ちの戦いなんですけどね。こっちは建築してる戦いが見たいんだけど。心の中では建築しているので心の中を覗いてください。覗けるわけねえだろ。こうやってホバージェットで左右に動きながら盾を投げる。こうすることで敵さんの攻撃を食らわずに倒せるってわけ。そんなんじゃ霊夢の攻撃が当たらないだろ。攻撃は盾のオートエイムに任せます。どこまでもずるいやつだな。もう一度やるのでしっかり見ていてくださいね。めちゃめちゃ食らってますけど、エイム力がある敵さんには通用しないみたいですね。ダメダメじゃねえかよ。霊夢さん以外の人はエイム力があるのでほとんどの人に通用しませんね。まあ今シーズンが始まった頃の盾はマジで強かったので、よしとしますかね。何をよしとするんだよ。確かに全然違うところに投げても敵さんに当たってましたからね。それに比べたら今の盾はかなり弱くなった方じゃないですか。私の編み出した戦法も通用しないようなので、盾とはここらでお別れしていきましょう。っていうかなぜかもう9キルも重ねてしまっている私。霊夢にしてはキル数が多いぞ。ここまで一切の建築をしていないので敵さんが弱いだけなのかも。霊夢さんだって弱いのに敵さんの悪口は言わない方がいいですよ。敵さんへの悪口じゃなくて敵さんへの哀れみですね。どの身分をしてそんなこと言ってるんだ。おい窓から体が丸見えだぞ。ガラスがあっても弾はヒットするから気をつけたいよな。先生ダメージを与えたのでガン詰めしていきます。はい、見事にキルできました。敵さん回復しようとしていたのに。てかもう一人の敵さんがこっちに来てるぞ気をつけろ。まあこの敵さんの真上にいながらショットガンを撃つ戦法であっという間に倒せますけどね。この人ビクトリークラウン持ちだったか。次の敵さん来てるので気をつけてくださいね。こっちはシールド割れてるのでこれは勝てないぞ。ってことで車に乗って逃げる戦法。いつも車をバカにしてるのにこういう時は乗るんですね。当たり前だろ。このまま戦ってたらこっちは死んでるんだぞ。まあこれは正しい判断だな。ってことでアプデの話をしていこうか。今シーズン始まってからの初めてのアプデだよな。アプデがある日はワクワクしますね。はい、ではまずはスーパーレベルスタイルの追加ですね。あのバトルパス報酬をすべてもらった後にもらえるやつか。今シーズンはレベルが上がりやすいのでもう100レベルを超えた人もかなりいるんじゃないかな。 X でもかなりいましたね。はい、次は新ミシック武器の登場ですね。今回のアプデでは色々なミシック武器が追加されますが、アプデの後から使える武器はシュリブラックパンサーのクローのみの予定です。近接武器のやつだよな。また戦闘がカオスになりそうですね。カオスじゃなくてケイオスです。
。どっちでもいいわ。この武器はアーセナルみたいにいっぱい出るか、ブームみたいにマッチ中に1個だけなのかはわかりません。昔のシーズンで出たブラックパンサーはたくさん出てたよな。はい、次はショップ販売される新スキンの登場ですね。まずはブラックキャット。これはマーベルシリーズなのでコラボスキンとなります。何がとは言わんが素晴らしいスキンだよな。そしてムービーにも映ってた新しいニャッスルのスキン、これもマーベルシリーズですか。知らん。なんだこの人。そしてドクターブームのスキンが登場しますね。これはクエストでゲットするやつだよな。なのでワンチャンドクターブームの新ミシック武器もこのタイミングかもしれません。これはさらにケイオスになりそう。ケイオスじゃなくてカオスです。なんだこの人。あとはショップ販売のみんな大好きアイアンマンの新スキンが出るかもって言われてますね。昔のアイアンマンスキンはバトルパス限定だったもんな。最後にみんなが欲しがってるチャンピオンアップス、これのショップデータも追加される予定ですね。9月5日販売だよな。気になるのは値段なんだけど、3000 V バックスくらいにしてもいいと思いますね。高すぎて草なんですけど。あと忘れてましたけど、マーベルノックアウトっていう昔のマーベルミシック武器だけで戦うモードも登場するみたい。うわ、めちゃめちゃ懐かしいんだけど。でもこの次のアップデになるかもって情報もあってよくわからないんだよね。まあ待ってれば今シーズンにやってくるんだし、バトロワにやってくるところで来てくれた方がありがたいぜ。ってことで今回のアップデ内容の紹介でした。おいおい、人がアップデの話をしてるのに打ってくるなよ。そんなの敵さんにわかるわけないだろ。まあこんな敵さん軽くひとひねりなんですけどね。霊夢さんダメージ受けてるのにかなり強気ですよね。こっちは14キルもしてますからね。そりゃ強気にもなりますよ。この後絶対に痛い目見るだろ。これ痛い目見るのは敵さんなんですけどね。わあ、かなり強気だな。これで大台の15キルに乗りました。しかもここに来るまで一切の建築をしていないという。ゼロビルドじゃねえんだぞ。建材は溜まる一方で何にも減っていきません。まあ本当に何にも建築しませんからね。はい、マッチも終盤になり残りの敵さんはあと3人まで来てしまいました。しかも車を乗り回してる敵さんまでいるんですけど何事ですか。別に車に乗ってもいいだろ。てかこっちに突っ込んできてるぞ。あっぶねえ、引かれるところだった。この野郎何してくれてるんだ。なんだったんだこの敵さん。車で突っ込んできてあっけなく死んでいきましたね。しかもメダリオン2枚持ちだ。これはラッキー。残す敵さんはあと2人ですからね。探知のメダリオンでさっさと見つけて倒していきましょう。って何にも見つからない。こっちは探知のメダリオンを持ってるんだぞ。どうなってんだ。探知のレーダーにも引っかかりませんね。もしかしたらマップの端っこにいるんじゃないのか。そんなのボット確定だろ。もう移動暗記が始まるんだぞ。ではいきなり撃ってきやがって。でもエイム力がないから弱そうな敵さんだなこれは。こうなったら最弱メダリオンでとどめを刺してやる。ミステリオのメダリオンがかわいそう。よし、あと一人だ。あと一人、あと一人だけ倒せれば見事ビクロイ達成できる。倒せたらの話だけどな。で、敵さんラクトの方でまだ建材を集めてるんだけど、アンチも縮まってるのに何事ですか。これはもうボット確定じゃないのか。そう、最後の敵さんがボットとはなんとも戦いがいがないんだ。霊夢さんだってボットと変わらない実力ですよ。なんだと。ってことでアンチの端まで行って最後の敵さんを観察しましょう。おいおい、マジで何やってんだあの敵さん。ラクトの中で迷ってんじゃないのか。あ、ビクロイ取れちゃった。なんともあっけない最後だったな。霊夢さんすごい。別にこんなのすごくねえよ畜生。ってことで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。